布団で寝たくない、寝たいの分かるっていう話をして、さ俺はさ普通に家でベッドじゃん。そう、家でベッドでなんか1位の特権で部屋を変えてもらおうと思います。部屋変えてくんね。部屋、いや、え、布団やっしょ。布団、え、和室どう、和室で、いや、次の後も答えしておきようか。正直言って、腰が怖いなと思って。そう、すぐらしいで出る、超怖いお化けが出るし、お化けやだ。そしてお化け好きなの、お化け見たいから。あ、そうなの。え、そう、バステーション上がるから、ね、ユラはお化け大丈夫、見たいぐらい、逆に。いや、そう、車にお化けない、車お化けないダメ、行こう、俺らじゃあ、いっそ。あ、全然、マジありがとうございます。いや、本当に逆にいいのって。全然いい、うん、俺らのホテル、ここから鍵開けられるからね。魅力弱っ。じゃあ、特会引っ越しちゃいますか。やったー、いい、じゃあ、鍵もらって。え、あ、嬉しいな。いや、信頼でしたよね、何が。鍵、渡すか。和室、最高。え、嬉しいよ、俺ら。君らはベッドね、皆さん。やった。古き良きをね、知りたい、俺ら。じゃあ、1位じゃん。いや、俺らも腰の音だけよ。俺の部屋の紹介から行くか。じゃあ、和室行きましょう。行ってらっしゃい。行きます。羨ましいです。羨ましいだろ。え、これどこだろ。同じ建物。そうそう、ご飯行かないと。あ、じゃあ、もう一回あれやろ。はい。はい、全然無事終了ということで。はい。お疲れ様でした。もう肉の味。これ最高、うん、ごめん、おこすけピーマンと椎茸で。マジで今だけは車のこと忘れよう。違う、これは本当に一回だけ遊びに来て、一回だけ遊びに来て、俺たちも一回だけ遊びに行かして。ダメ、なんでだよ。上の人が下に行くのはいいけど、その人が上に行くのはダメ。はい、しますかね。はい、では合わせてください。合わせました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしくいただきました。また。なんなんこれ。仲良しか。これめちゃくちゃ話すよ。じゃあまた明日。一回だけ部屋にダメ。あれはダメだ、あれはダメだ。ダメは、どうしますちょっと引っ越え。これなら車の方がいい。ちょっとどっちかね、トイレ貸して。ずかずか入る気満々に。飛び込みましょうか、先に。次、おすすめに。はい。お、お、行きます。行きます。行かんほんと、行かんほんと。せーの、はい。あー、迷子が、迷子がいる、危ない。まあ、まあ、まあ、あのね、思った以上に広いね。まあ、1万2000円からって感じ。うん、1万2000円の妥当な部屋から。俺フォローしたのかな。あ、ごめんごめん、おかしい。あ、ごめん、いいよ。で、ここが布団だよね。布団があって、で、こっちに、あ、こっち、あ、めっちゃ嬉しい。お風呂ついてんだ。まあ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 、1万2000円から。うん、まあまあ、洋室でございます。お、でも一番ね、一応交換した部屋けど、一番いい部屋だからね。ね。おお。あ、入ったね。よし。失礼します。エロ？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 あ、いいじゃん。いいじゃん。大丈夫、あ、ごめん、まさめちゃやんねえから。あ、ごめん、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 ほんとにごめん、ほんとにごめん、ほんとごめん。まあそんな感じの様子でした。ありがとうございました。もう来てください。はい、僕たちの
部屋に向かって歩いております。向かってます。やっぱね、うん、一番いいスイートルームだから。そうだね、あそこ光ってるよ。ほら俺たちの部屋ね、遠くから開けれんだよ。いやーマジでなんでこうなったんだ。本当だよ、見てんだよ。おい待てよ、ここさ明るすぎねえか。電気消せよ。寝れんじゃん、運転しろ。これが僕たちのこれね、マイスイートルーム。どうする、まずいっ、一旦ジャンプしよう。体バキバキよ、これマジで。やばいよマジで。これつける。何が嬉しくてこんなやと思ったんや。はい、てなわけで、はい、つけましたね。あ、じゃあ、そう。なんで俺たちこうなったの。明日レッスンだって。これさ、だってさ、寝るってなったらここ消すじゃん。そうだよ。でも、騒音ってなるからさ、絶対。エアコンつけるくなくない？おぉ。え、どうするマジで。じゃあ、下は泡吹いてるって。あー。コンビニだったらいいよね。余すことも全然いい。いいなマジ、部屋全員見てきたけどね。いや多分動画でも出てると思うけど、だって本当は自分たちがどっちでも選べたんだよ。いやそうよ、選べる権利が。いつでもいいし、そうツインでもいいよ。なんでここ本当にどうして、ハートったら車乗り回しようかな。乗ります、行っちゃう、行っちゃうか、行っちゃうか。スタートボード免許持ってるな。自分持ってないから。あー、ここで寝んのか。そうだよ。ちょっとさ、ここさ、あまりにもさ、明るいからさ、移動しようか。いや、そうね。おい、大丈夫か。ちょっと行くか。この車さ、あ、これだ。それやねん。ぐっちゃぐちゃに汚して帰ろう。今日一日目だけど、明日もあるから。あ、これやねん。あ、待って、これだ。それや。発見。はい。じゃあ、移動する。いいね。ここら辺だ。あいつら。え、車ないってなるよね。きっと。なるよ。あいつら帰ったって。はい。というわけで、はい、僕たちのね、どこに着きましたね。体力限界案件だから今日はやめてこうかな。通りさん。こんな疲れた時は、こちら銀のやつ。あ、いいね。してる？あんまり一緒にね。まだ運転できないわ、じゃあこれ飲めねえわ。そうだよね。そうだ、危ねえ。これ飲んでやるよ。サクが来てくれたらね、飲めるかと。同じやんけ。無理だろ、同じって。無理だろ、出ないわ。そう、あいつは出た。おはよう、犬に行くか。ボロボロするおい、早く来いや。おい、いい加減にしろって。おい、こっち車の中で待っとんねん。クラクション鳴らすよ。送るときちゃんとハウちゃんとマサムで拾ってきて。はい、というわけでね、はい、配信でもね、したんでね、うん、これだったのかって思ってる子たちいると思うんですけど、ね、うん、僕たちね、メンバーのね、ユラ、サクとね、はいはいはい、ダンスの先生のね、はい、ユウさんと、うん、ね、ナメツバキとね、はい、サウナに行ってきまして、はいはい、まあ、いろいろあったんだよね。いや、なんか、行こうと思ってたサウナに行ったら時間で、あ、行けなかったりとか、いろいろあってドライブして結局ここに戻ってきて、ここの温泉に入ったんだよね。ね、そうなんや。まさかの使えたっていう。で、タオルもないんだよね。そう、まあまあ。まあね、それはね。ね、まあ今、それで時刻がですね、カチ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 って言って出してもらうんですけど、23時39分。全然時間経ってないやん。ねえ。体感的にもう深夜。うん、でね、さっきコンビニにね、行って帰ってきまして、はい、まあ、そうね。ご飯をちょっとまだ食べてないんで。そうね、ご飯食べて寝たいと思っております。現場からは以上かな。じゃあまた明日な。そうね、もう喋る元気もない、整っております。じゃあまた明日も頑張るから。明日はツバナメペアをよろしくねって落としたけど、明日勝負ないよね。明日はないね。じゃあ今までお疲れ様です。
じゃあとりあえず車中泊頑張ります。またな。マジで最悪。せーの、うい、いいのそれで、せーの、おい、よし。